おつかまちゃんです。イキイキ、ご視聴いただきありがとうございます。パワーオールニュースのお時間です。今日お伝えする内容は、本日のデータ加盟撤退の現実、営業マン数値速報、フランチャイズ面談契約速報、基本研修担当からのエールです。まずは本日のデータ。今週はパワーオールに加盟されたオーナーが引退や事業撤退で契約解除をする実際の数値をご紹介します。それではせーのドン。加盟数が増えるに伴って解約数値も少し増えますが、平均で加盟契約数のおおよそ 1.3% です。新規加盟する年齢が平均46歳ですので、年齢による引退が理由としては多いものとなります。他に見せてほしいデータはありませんか？コメント欄で教えてください。それでは先週の営業マン数値速報です。パワーオールの営業マンが営業電話をかけた数、ダイヤル数、アポイントメントが取れた数、アポ数、ご契約をいただいた金額、獲得金額を速報でお伝えします。獲得金額は年間契約をいただいたお客様の1ヶ月あたりの契約金額となります。先週5月第2週の営業数値です。新規のお客様を開拓する営業マンがかけたダイヤル数は6150件、そのうちアポイントにつながった数は46件、新規のお客様で契約をいただいた社数は8件、新規で発注をいただいた獲得金額は32万5001円でした。また既存のお客様を訪問し追加促進をする営業マンが行った面談数は40件、追加でいただいた清掃の獲得金額は54万1688円でした。新規追加の獲得金額を合わせると86万6689円。フランチャイズオーナーの平均月間売上が約73万円なので、加盟オーナー1名分以上の売上を確保できたことになります。そして清掃契約のキャンセルは1件、2万円でした。次にフランチャイズ面談契約の速報です。先週のフランチャイズ面談数は7件、ご契約は0件でした。面談は随時各地区本部で行っております。お気軽にお問い合わせください。さて本日はご加盟オーナーさんがフランチャイズ契約をしていただいた後、必ず参加していただく基本研修についてお伝えします。パワーオールにご加盟いただくオーナーさんは清掃未経験者の方がほとんどです。未経験の方をプロに育てる基本研修は毎月大阪地区本部で開催しております。おおよそ2週間で清掃の知識や接客マナー、事業主としての心構え、さらにはパソコン操作から経理に至るまで様々なことを学んでいきます。その基本研修を取りまとめる指導員スーパーバイザーにお話を聞いてきました。渡辺由紀です。年齢が34歳で、社歴としては13年目になります。で、私自身が SV という技術指導の部門に入ったのが去年の6月で、今月5月から研修担当になりました。まあ、実際ですね、研修生の皆さんにも助けられながら、いい雰囲気でさせていただいているのかなというふうには感じています。ぜひ活躍していただくことを願っております。研修生の皆さん、やはりまあ皆さんですね、デビューされた後に各地区の SV というのが必ずお仕事をフォローしてくれます。で、私自身もやはりその SV 業をやってた時というのはですね、皆さん自身がどうやれば幸せになれるのか、どうやれば夢を実現できるのかというところを考えながらさせていただいてましたので、まあ、ぜひ不安を感じずに大きく羽ばたいていただければと思います。視聴者の皆さんに関しては、今加盟を検討されてこのチャンネルをご覧いただいている方というのもいらっしゃるとは思うんですけども、もしその躊躇されている方がいらっしゃった場合ですね、技術面等で躊躇されているのであれば、ぜひこのカバーオール事業にご参加いただければと思います。知識技術については僕らの方でいくらでもお伝えできる部分ではありますので、
ぜひですね、この研修に参加いただいて、カバオルというフランチャイズ事業、一個人事業主としてですね、皆さんの夢、目標というのを達成できる一つの方法として、加盟、ぜひ検討いただければと思います。2021年の4月まで、研修担当させていただきました、福田良二と申します。まあ、いろんな方が加盟されてきて、言ってるんですけど、やっぱり安定した事業だと思いますん で、やっぱりサポート体制のね、他のフランチャイズ本部と比べても、やっぱり、手厚いと思いますので、ぜひ、仲間になりましょう。研修担当は何年かで代替わりし、担当者によって変わる部分もありますが、本部一丸となって、ご加盟オーナーさんの生き生きを実現させる使命は変わりません。私も日々いろんな方の生き生きのために邁進しております。今週のニュースは以上になります。来週のラインナップですが、カバーオールニュース、実際加盟したらどんな仕事をするの、現場にお邪魔しましたをお届けします。それではまた来週お会いしましょう。さようなら。